ヨリンデとヨリンゲル。昔々、うっそうとした大きな森の真ん中に古いお城があって、魔女のおばあさんが一人で住んでいました。昼間は猫やフクロウに変身していましたが、夕方になると人間の姿に戻ります。彼女は野生の動物や鳥をおびき寄せ、殺して煮て焼くことができました。城から百歩以内に近づいたものは、彼女が自由になれというまでじっと立っていなければならず、動くことはできませんでした。 しかし、罪のない乙女がこの輪の中に入ってくると、彼女はその乙女を鳥に変え、塔の籠に入れ、その籠を城の一室に運びました。彼女は城の中に珍しい鳥を入れた籠を七千ほど持っていました。昔々、ジョリンダという乙女がいました。彼女とヨリンゲルというハンサムな青年は結婚の約束をしていました。二人はまだ婚約中で、一緒にいることが一番の幸せでした。 ある日、二人は森へ散歩に出かけました。城に近づきすぎないように気をつけてね。太陽が木々の幹の間から森の濃い緑に明るく差し込み、木地トが白樺の若枝の上で悲しげに泣きました。ジョリンダは時折涙を流し、日だまりの中に座って悲しみました。ヨリンゲルも悲しんでいました。そして二人は辺りを見回して途方に暮れました。太陽はまだ半分山の上にあり、 半分沈みかけていました。ヨリンゲルは茂みの間から城壁を覗き込みました。彼はぞっとし、死の恐怖で一杯になりました。ジョリンダは歌いました。赤い首輪の小鳥よ。悲しみ、悲しみ、悲しみ。鳩はもうすぐ死ぬと歌いながら。悲しみ、悲しみ、悲しみ。水差しし、水差し、水差し。 ジョリンゲルはジョリンダを探し彼女はナイチンゲールに姿を変え、ジャグ、ジャグ、ジャグと歌いました。目を光らせた金切り声の鳥が彼女の周りを3回飛び回り、とう、とう、とうと3回泣きました。ジョリンゲルは動くことができず、石のように立ちすくみ、泣くことも、話すことも、手や足を動かすこともできませんでした。太陽は沈んでいました。フクロウが雑木林に飛び込むと、 そこから現れたのは、黄色く手汗細り、大きな赤い目と顎まで届く鍵花を持つ、曲がった老婆でした。老婆は独り言のように呟き、ナイチンゲールを捕まえて連れて行きました。ヨリンゲルは話すことも動くこともできず、ナイチンゲールは消えてしまいました。ようやく女が戻ってきて、うつろな声で言った、ごきげんよう、ザキエル。月が檻を照らしたら、ザキエル、すぐに話してあげなさい。 そしてジョリンゲルは解放されました。彼は女の前にひざまずき、ジョリンダを返してくれるよう懇願しましたが、女はもう二度とジョリンダは手に入らないと言って去っていきました。彼は泣き、泣き、嘆きましたが、すべて無駄でした。ヨリンゲルは旅に出て、ついに見知らぬ村にたどり着き、そこで長い間羊の世話をしていました。彼はよく城の周りを歩きましたが、城には近づきませんでした。 ある夜、彼は中央に大きくて美しい真珠のついた血のように赤い花を見つけ、その花を摘んで城に持って行き、その花で触れたもの全てが呪縛から解き放たれる夢を見ました。朝目覚めると、彼はそのような花を見つけるために丘を越え谷を越え探し始めました。そして9日目の早朝、血のように赤い花を見つけました。その中心には、真珠のような大きな露がありました。 彼は昼も夜もその花を持って城に向かいました。城の百歩手前まで来ると、その花を止めず、門の前まで進みました。ヨリンゲルは大喜びで、花で扉に触れると、扉はパカッと開きました。ヨリンゲルは大喜びで中庭を通り抜け、鳥の声に耳を澄ませました。ついに鳥の声が聞こえてきました。魔女はそこで七千の籠の中の鳥に餌をやっていました。 魔女はヨリンゲルを見ると怒り、毒と炭獣を吐きかけましたが、二歩以内に近づくことはできませんでした。彼は彼女を無視して鳥籠を見に行きましたが、何百羽ものナイチンゲールがいました。ところが、何百羽ものナイチンゲールがいる中で、どうやってジョリンダを見つけようというのでしょう。彼は彼女に飛びつき、花の入った籠に触れ、老婆にも触れました。ジョリンダはそこに立っていて、 彼の首の周りを握りしめていました。